そうなんです。なんだかんだ今日頑張って早く寝ようと思って、そう、そしたら全然いつも通りの時間になりそうで、はい、スノードームありがとう。ジャージ私物？そうだよ、私アディダス好きなんだよね。でこれお気に入り。プレゼントありがとう。あ、ここでいいや。プレゼントありがとう。そう、ベスポジ。鬼早、そう、もう鬼早日が続く。眠い。でも今日は新幹線でほぼ寝たからまだ起きてる。得意の早起き。でもなんか昔みたいにアラームが聞こえなくて起きれなかったってことが結構なくなったんですよね最近は。なんかあの全然もう普通に毎日なんか5時とかに目覚めたりするんですよ。逆に朝早すぎて目覚めてまだ寝れるっていう時とかあるから、なんかね、なんでか分からんけどなんか目覚めちゃう時がよくある。大人だからなのかな分からんけど。でもね、めっちゃ夜が別にめっちゃ早いわけじゃないんですよ。夜早く寝てるわけじゃなくて普通に12時全然超えてて1時とかに寝ても、プレゼントありがとう。あんま寝た気がせん。眠り浅い、どうなんかな、分からんけど浅いんかもしれん。あとね、最近よくするのは携帯であのアラームかけるんですけど、で携帯にスマホリングをつけてるんですよ。なんでスマホリングに指を通して携帯を握ったままお腹の上に置いて寝るんですよ。こうこうやってこうここに通して携帯をこう両手で持って寝るんですよ、こうやって仰向けで。そしたらあの、まあ、スマホリングしてるからあんまりあの携帯がその何ですかどっか行くことなく、しかもこう振動でアラームもめっちゃ体に染み渡ってきてすごい目覚める。うん、めっちゃいい。アップルウォッチ買ったら、アップルウォッチ、アップルウォッチってそんな機能あるの？アップルウォッチ見るとね、なんかしてる人見るとねめっちゃいいなって思うんですよ。なんか心拍数とか教えてくれるんでしょ、めっちゃいいな、アップルウォッチ。私が欲しくて買ってないものランキング第7位ぐらい入賞してます、アップルウォッチ。第7位ぐらい、第3位か4位ぐらいにあの AirPods がああのランクイン。マイキューいつも心拍数高そう。え、そうなの、私ウサギの心拍数なの。
そうなの、心拍数高いの。200は言ってない、200は言ってないけど、でもね、高熱が出た時にね、何ですかね、こう指につけて酸素とか心拍数測ったりするんですけど、その高熱が出た時に心拍数が160とかあって、もうね私なんかもう小動物並みに心拍数があってびっくりしたんですよね。熱出た時すごいね、出るよね。何パラオキシメーターってこれのこと？指熱？あれすごいよね。え、その普段はないです、そんなに。熱出ると心拍数増える。酸素濃度、酸素濃度なんかな、分からん、なんか酸素がのやつが出る。そうなんです。よく分からんけど、プレゼントありがとうございます。ちょっと後でね、ちょっと昨日ね、終わり際にタワーいただいたんで、ちょっともっとちょっとしたらお礼します。いらっしゃるかわからん、いらっしゃるかな。ありがとう。もうして、もうしよっか。で、ちょっと呼ぼう。ちょっと持ってきたんですよ、書いたやつ。じゃん。青さん、ありがとうございます。でぜん。昨日は600日だったんですよ。なんで600日タワーいただいたんで。ありがとうございます。なんかこれ、普通に人書こうと思ったんですけど。顔から手が生えちゃって。書いてたら人じゃなくなりました。まあ、人なんですけど、ありがとう。あ、毎日配信ありがとう、ありがとう。青さん、ありがとうございます。可愛いでしょ、ありがとう。600日、そう、まあ毎日、本当に毎日かって言われたら、病欠とかもあるんですけどね。なんだかんだ、そうなんです。かわいい、ありがとうございます。クリスマス感あるか？もうないね。でもなんか飾り付けクリスマスじゃない？私の部屋いつまでクリスマスなんだろう。なんかめっちゃクリスマスじゃない？ルーム。なんでなんだろう。ショールームがまだクリスマス気分だな。あ、クリスマスイベントやってるからか。なんかクリスマスのなんかやっとるよね。
多分もうすぐお正月、お正月です、お正月が来ます。年越し、そうよ、中村舞の仕事納めはね、30に収まればいいなって感じですね。収まればいいなみたいな。先生ありがとう。収まら、いやなんかね、あれなんですよ、予定は未定。結構常に1日公演、そうなの、仕事始めじゃ1日1日ということで、はい、31ショールーム配信しないの？いや、ショールーム配信はするかな。31します、多分。今のところ予定的には。元気やったら。ショールーム配信は仕事じゃないんじゃない？分からん、仕事なんかな。でもこれ義務じゃないんですよ、あんまり。なんでやらないといけないっていうよりかは、私はあんま仕事感覚はないんかもしれんけど。なんかマジプライベートのなんかあの配信って感じなんで、本当にあのそんな台本ないですからね、私これ台本とかないんで。あの、さあ始まりました、中村舞のショールーム配信でございます。え、今日はですねみたいな感じのことは全くやってません。もう本当にヤッホーみたいな。あ、そういう台本があったらちょっとね、あれだけど。台本ないよ。ない。いやね、そうや。でもなんか前にショールームのコメントで、なんか話すこととか決めてるんですかとか言われたことあるけど、一個も決めてないんよ。本当になんかあのあれですよ、もう何ですか、その日あの気分でその日のことを話してるだけ。ありがとう、プレゼントも。話題、え、ないよ毎日話題なんて。みんなないでしょ毎日話題なんか。だからさ、本当に、え、ある、なんかなんかあるかな。なんかね、毎日生活しててさ、結構毎日って
毎日何かがあるって結構なくない？私もないよ。今日なんかあったかなとか考えても、ハプニング今日はないな。でも私毎日やる恥ずかしいエピソードならあってなんかさっきもあったんですよ。なんかコンビニとかによく行って、でなんかお釣りをね、なんかこう最近ってさ、コロナだからさ、こう手同士で渡さないんですよ。なんであのこうこういうお会計のさ、なんかこう何ですか、入れ物みたいなのにさ、こうお釣りとレシートこうちゃって置かれるわけですよね。あ、そう、トレーみたいな、青色とかのトレーに。でもさ、最近コンビニ、最近じゃないや、もうずっとさ、なんか買い物行ってさ、お釣りを手で受け取る癖がついたまんまだからさ、いつもこうやって手出して、でその下にあるトレーに置かれるんですよ、こちらって。めっちゃ恥ずかしくて、で毎回気をつけようと思うんですけど、なんか癖でね、こうやってね、またね、手こうやって出しちゃって、で手出してもやっぱ下に置かれるわけですよ。すっごい恥ずかしいなーって。機械多い、わかる、最近機械多いのもわかる。なんかコンビニとかだったらなんかあるね、機械多いわ。でもね、コンビニの機械の時はなんか機械の操作もしないといけないし、自分で袋を持ってった場合袋詰めもしないといけないから、めっちゃ忙しいんですよ。でこう店員さんはその状況を見てるわけで、こうぼーっとこう見てるわけじゃないですか、私たちのこと。だから私たちの方がちょっと店員さんみたいに忙しい本当に困りますよね。いや、なんかそのコロナが流行ってから、その袋にね、こう商品を入れるのもちょっとためらうようになったじゃないですか。そうじゃないところもあるけど、セルフ、なんか困る本当に。袋を買う、なんかさ、ナイロン袋って必要だけどさ、なんかね、私あの今回の遠征だけでナイロン袋を割と何個も持っててね、いやちょっとね、持ち歩かん、うん、なんかナイロン袋を持ち歩くまたもらったナイロン袋をさらに持ち歩く。ポイントカード作るタイプですか？全く作りません。私はポイントカードとかあんま作らん。作らんといけんとこのは作るけど、作りません。ポイントとか貯めるの得意じゃないです。なんか何かを買うか、ポイントを貯めるか、どっちかのことしか選択ができません。ポイントを買うために、ポイントを貯めるために買うことになっちゃいそう。どっちかにしか集中ができんけんさ、なんか上手にポイントとか貯めれん。金さんありがとう。中村舞です。ポイントのために買う時あるから良くないから、あんまり作らないようにしてる、ポイントカード。
あのビッグラポンと同じ現象、お寿司あと2枚ぐらい食べたらビッグラポン回せるなと思ってお寿司食べる現象と一緒。あと2皿かって、2皿、いやね5皿ずつってね結構ね、いや困るんですよね、あと2皿かみたいになるんですよ。2皿か3皿だったら諦めがつくけど2皿かって考える。ピックラポンはね5皿に1回ね、あのガチャガチャができるんですよ。ガチャガチャっていうか9時じゃないや、なんだっけ、あのガチャガチャがもらえる権利みたいな、そう、ありがとう。お寿司、お寿司大好きなの。ガチャガチャが好き、うん、ガチャガチャ好き。寿司は何が好きか、もう最近圧倒的つぶ貝が大好きすぎて、本当に趣味じゃない、なんか味覚が変わってもうダメ、もう本当に最近はなんかなんかね、なんなんじゃろう、めっちゃ変わった味覚。つぶ貝のターン、いやなんかハマりとかじゃなくてマジで好き。ホタテはあんまりかも、いや嫌いじゃないけど好んでめっちゃ食べるかって言われたらあれだな。私貝類があんまり得意な方じゃなかったんですよ。でもなんか大人になってなんか貝類はちょいちょい食べれるようになって、つぶ貝の美味しさにハマった。牡蠣、牡蠣はね焼き牡蠣しか、まだフライも食べたことあるわ。生は、うん、食べたことない。し、焼き牡蠣の普通のもまだあんまり、うん、味がついてないと。うなぎ食べますか？いや、うなぎ食べ、あんま自分からは食べませんけど、でも私アナゴの方がちょっと好きかも。なんかさ、うなぎも好きなんですけど、なんかね、うなぎは少量でいいかもって思う。なんか油かな、油の乗り具合がすごい。アナゴの方がなんかさっぱりしてる感じがしていっぱい食べれる。だから最近なんかさっぱりしたものが好きなんですよね。さっぱりっていうかなんか何ですか、油がねくどくてね、でもうなぎは好きよ。めっちゃ味覚変わってる。ビジネスありがとう。あ、でもラーメンはめっちゃ食べるよ。ものによるんかな。
アナゴ飯美味しいよ。そう、皆さんぜひ広島に来た際はアナゴ飯が有名ですので、特に宮島とかね、アナゴ飯のお店いっぱいあるので、ぜひぜひ食べてかれてください。マジ美味しいよ。職人さんありがとう。中村舞です。初めて聞いた。そうなの、私も広島で初めてアナゴ飯食べた。しかも私アナゴ飯食べたのね、今年が初めて多分。そうそうそう、撮影でいただいてアナゴ飯食べました。今年が初、なんか今年にの春に、あの花は誰のもので、トライアングルセンターに選んでいただいて、そしたらトライアングルセンターでなんかグラビア雑誌に載せていただくことがすごい多くて、その時の雑誌の中にアナゴを食べてる私が載ってます。撮影で食べたからアナゴ弁当みたいな、3人で食べた。ボム、よくわかりましたね。そうです、ボムさんの紙面の中に。どんなグラビア、なんかあの家でアナゴ飯食べて、アナゴの弁当を食べて、うまいねーみたいな。3人で食べてうまいねーってしとる、状況。アナゴグラビア。宮島も行った。平和。ありがとうございます。今日めっちゃコンタクトが浮くんよ、実はすごいね今ね、浮いとってね、いや目が乾燥したんかもしれん、コンタクトが。目薬取ってく。今日ホテルですか？そうなんす。そうなんす。なんかね、私なんかうなるのが癖でさ、昨日もさ、お話し会の休憩中にさ、うーとかって言ってて、一人でずっとうなってたんですよ。そしたらあのお話し会のスタッフさんがなんかいらっしゃって、なんかなんかすごいホラー映画みたいって言われて、なんかホラー映画のシーンみたいだねみたいな、怖いみたいな言われて、ちょっと反省しました。すごい気をつけようと思って。そうそうなの。
もうない。向かない派だね。そうなの。でもね、コンタクトじゃない、目薬のいい差し方があって、この中指にこうしてこうやって刺すのが一番ねいいらしいで、プロ支えにして。誰に教わったの？なんかテレビテレビでやってた目薬の差し方何年か前のテレビで。そう、さっきね、そういう夜更かしやってたんだよね。全然夜更かしじゃないよね。なんか夜更かし、月曜から夜更かしめっちゃ好きなんですけどね、月曜から夜更かし時間帯が変わってさ、めっちゃ早い時間にやってて、全然夜更かしじゃないやと思いながら見てたんです。早くなった。うん、夜更かし好き？え、好き。私も夜更かし好き。一応から夜更かし面白い。ありがとうございます。いろんな人間がいるなって思う。いや、わかる。そうね、いろんな人がいるね。確かに。オキシが座ってくる写真面白かった。あれね、なんかねオキちゃんね、必要以上に私にすごい絡んでくるんですよ。だって今日も普通に休憩中にぼーっとしたら、ね、なんかお話ししようやって言って来るんですよ。でも話すことがなくて、じゃあ何お話ししようかって言って何も話すことがなくて終わりなんですよ。お話しないねって、何にも話すことないねって言って、うん、終わりました。仲良し、まあ、この間一緒にモーニング食べに行きました。なんか私が今はホテルなんですけど、広島で期間限定一人暮らしやってて、そう、それでね、そしたらめっちゃなんか家においでよってすごい言ってくるんですよ。家においでよ、モーニング行こうよ。しかもね、誘い文句はね、ポコもいるよって。ポコポコも一緒に、そう、言われ、なんかポコをね、ポコのことを言ってくるんですよ、私に。ポコもいるよって。ポコちゃんと遊ぼうよ。ポコちゃん、
行った、いや一回行ったんですけどね、眠すぎてね寝ちゃったんですよね。なんかポコをおきちゃんがすごい手で見せてきたんですよ、こうやってポコーみたいなんで見せてきたんですけど、眠すぎてうんそうかーいって言って寝ちゃって、全然ポコと遊ばず寝ちゃって、しかもなんか家においでよって言ってちょっと寒くて外出れんって言ったら、じゃあ私が行こうかみたいな感じで、なんかポコ持ってってもいいって言うんですよ。でもポコダメみたいな、私の家に放たないで、ポコがいなくなったら怖いからって、そのポコも一緒に連れてこようとするんですよ、私の家に。私の家にっていうか、そう、まあ部屋んぽ、そう部屋の散歩で部屋んぽらしい。一緒にポコも、ポコのこと嫌い？うん、ポコのこと好き。ポコのこと好きなんだけど、なんかもう、なんかその期間は毎日ね、眠くても、毎日のようにね、もう、こう、ディグデーンってなってたんですよ。そう。初見さんありがとうございます。すごい初見さんなのに中村舞、中村舞です。中村舞と言います。三重県出身です。福フェス整理番号270番台なんですけど、後ろの方ですかね。福フェスはですね、スタンディングなので結構人がキャパが多いんですよ。なので後ろの方ではないと思います。はい、キャパ結構あれ広いですよ、大きいですよ多分ね。スタンディングだと700、そんくらいあるのかな、確かそう一回ね聞いたんですけど、ちょっと正確な数値が分からんけど、でも200番台は後ろの方ではないと思います。結構なんかね、スタンディングだと結構入るかなって感じですね。でも15日に四国の公演があるんですけど、それはスタンディングじゃないので、もうちょっと少ないっていうか、スタンディングよりかはキャパが少なめになります。そうなの、久しぶりだよ。おせちの中で何が一番好き？黒豆。私黒豆大好きなんだ。飲み物取ってくる。いや。黒豆。ストローの。
見て。初めて買ったビッグシーシーレモンみかんミックス。気になってた？え、めっちゃうまい。てかめっちゃ大きいなこれ。何ミリリットル入ってんじゃろ。600ミリリットル入ってる。おいしい。なんかみかんとかに弱い。やっぱ根がね、その愛媛県民ですから、やっぱみかんっていうね、なんか響きには弱くてね、まあ、これが愛媛県のみかんなのかわかんないんですけど、買っちゃいましたね。お、みかんかみたいな。これ東京でも買えます？私今東京にいますよ。今日これさっき買ったんですよ、東京でコンビニに売ってました。愛媛県民あるある。そう、なんかシシレモンで思い出した。なんかね、私サーヤンの飲み物、なんか毎日何を飲んでるのか見るのが好きなんですよ。なんかサーヤンって結構こう華奢で、なんだろう、めっちゃ細いんですよ。なんだけどいつもなんかジュースみたいなの飲んでるんですよね。すごいあのエナジードリンク系で、今日はシシレモンっぽいの飲んでて、お、シシレモンださーやんって思いながら見てたんですけど、なんかね、いつもね、公演とかの時もなんか必ずエナジー系のドリンクを持ってるんですよ。いつも観察してるさーやんの飲み物を密かに、いや言うんだけど、たまに今日は何飲んでんのって言うんだけど、え、そうだから第二ののんちゃんさんだと思って。そう、のんちゃんさんもいつもエナジードリンク持ってたんだよね。サーヤもちょっと第二ののんちゃんさん、結構エナジードリンクでこうガッツを入れてる。意外、え、意外だよね。なんかそうなの。なんかこの間のいつだっけ、仙台だっけ、仙台のツアーもなんかすごい、もうギガントって書いてあった、なんかすごいなんか飲み物持ってたんですよ。ギガントなんちゃらみたいな、すごいあのもうパワー系のドリンク持ってて、さあや何持ったんって、そう、これで気合を入れるみたいな。そう、サーヤンエナジードリンクよく飲んで、いや私も好き、ジュースだからめっちゃわかる。私も大好き。シシレモンはエナジー系じゃないんかな、分からんけど。あ、でも普通の公園だとお水が用意されてるんですよ。そう、なんかカゴに全員メンバーの名前が書いたお水が用意されてて、それぞれ、そうそう、ビタミン系？うん、普通に普通のもう何ですか、味ないやつ、お水。
でもなんか私だけいつもポカリでなんか足をつるからなのか、違うよく足をつるからなのかよくわかんないけど、いつも私だけポカリが用意されてて、謎に。そうなんですよ、私だあんまりお水飲まないので、そうポカリ系とかよく飲むので。心配されてる。ちゃんと飲みましょう。はい、ミイラみたいになってる、カラカラ。優しさ、そうですね、本当に。なんか暑くなってきた、暑い。水毎日いっぱいの、でもさ皆さん水飲みますか？そう、飲むか。飲みますか？私多分ね1日1リットルも飲んでないよ、多分1日。のどれぐらい飲んだんじゃろ、500ミリリットルとか。飲めなくて、500は嘘、800とか。1リットルは飲まんかも、多分飲めてないと思う。冬は、うん、そうなんよ。夏はめっちゃ飲むか。ビールは飲んでる。え、ビールも水分なんじゃないの？ダメなのかな。コーヒー、あ、私も食後のカフェラテはいつも飲むよ。今日も飲んだ。ラーメンのスープはね、飲んだらね、喉が渇く。飲んだら喉が渇くけんね。ビールダメなの？え、ダメなの？ビールも飲み物なのに。そうなの？そうなの？キュウリはほぼ水分。キュウリは 90% 水なんだよ。だから水道水はさ、キュウリみたいなもんだよね。もう蛇口をひねったらキュウリが出てきてるみたいなもんじゃない？そんな感じする。ビールを飲める女の子いいよね。じゃあちょっと私ビールあんま飲まないんですよ。そのビールその本当に1回ぐらいしか飲んだことなくて、ちょっと私もじゃあとりあえず生で練習しとくわ。とりあえず生で、とりあえず生で。どうもありがとう。こう一旦
個もらってメニュー、どうしよっかな、うーん、まあとりあえず生で、うん、うまい、何いるって、うん、じゃあ生4つえ、ビールって生じゃないビールもあるんですか？そもそも生ビールって何って感じやけどね。茹でビールもあるんかいみたいな気持ちに。茹でたらアルコール飛ぶけどないわ。生ビールの定義がようわからん。あ、瓶ビール？え、瓶ビールは生ビールじゃないの？何なの瓶ビールって。瓶ビールはと生ビールの違いはあるの？え、なん、よくわからん。処理していないもの、瓶は茹でてるってこと？一回わからんわ、あんまり。茹でビール、え、そうだ、瓶ビールは茹でビールだ。っていうか生ビール以外は全部茹でビールってことだそういうことやんな。ホットビール、まいちゃんを知らなくてもいい。でも知りたい、何そんなこと言うの、知らなくてもいいことよって。ママお母さんじゃ、大人の仲間入りな、なんかなろうと思ったんですよ知らなくてもいいことがあるとなんてことさ。梅酒のソーダ割り、でも私初めて飲んだお酒は梅酒かも、そうだった気がする。ウイスキーボンボン？ウイスキーボンボンってチョコレートじゃないの？うちのお父さんが好きなチョコレートだ。なんかね、ウイスキーボンボン、お父さんお酒飲めないんだけど、ウイスキーボンボンを食べれるんだし大好きなチョコレート。あれお酒入ってるよ。だからお父さん矛盾してるんですよ。多分飲めないって言ってるけど本当は飲めるんだと思うんですよ。でも飲まないんですよね。かなり濃い。あ、そうなん。結構濃度がってこと？アルコールはね大丈夫じゃないんだよ、うちのお父さん。その代わりだから私お父さんの酔ってる姿とか一個も見たことないんですよね。お父さんの酔う姿なんかどんな風になるかとかも知らない。
うん、なんか私の前で飲まないだけじゃないんですよね、全然。もう本当にずっと飲まないし、私なんかこの間 LINE でお父さんと LINE してたらなんかお酒のこと聞いたんですよ。そしたらすごいお酒についてちょっと説教を受けて、本当にお父さんとお酒飲まないんだなって思いました。なんかお酒は飲むなって言われて、もう本当に飲まないのよ。心配してる？そうかも。お酒はあのあれですよ、少量飲むと、これ何回も言ったことありますけど、胃の洗浄になるんです。これはね、うちのお母さんが言ってたんで本当です。お母さんが言うことは絶対だからね、あの全部信じる。アルコール消毒です。さては母酒飲みやな。いや、うちのお母さんも飲まないの、全然。ちょっとは飲むと思う、本当に。ちょっとだけ。お母さん飲まないのにその発言。いや、お母さんだからちょっとだけ飲んで、毎日はしてないな、たまに胃の洗浄してるらしい。そうだよ、あのちょっと飲んで、ちょっと洗浄、たまには。決まりで飲んだことある？なきにしもあらず。でもね、もうね、まあまあ。おもろそう。マジ？本当？で、おきちゃんなんかさ、飲んでなかったシャンパンみたいなの。そういや、なんかおきちゃん YouTube やってるんですよ、おきチャンネルっていう、そのチャンネルでシャンパン飲んでた気がする。飲んでたよね、大人の女してた。ありがとうございます。おしゃれに。ありがとう。おきちゃんはセクシーさに磨きがかかりそう。いや、そんなことありませんね。いや、こんなに言ってたらなんかおきちゃんに怒られそうだな。やめとこう。
まあ、そんなことないと思いますけどねって予想そんなことないんじゃないですかね。いや、わかんないですけどね。ありがとうございます。私暴れてそう私のイメージやばい私でもさ、普段から結構暴れてるからさそう、実は普段から。いつも通り。自覚あり。普段お酒飲んでるって言われる。え、言われるよ。なんかたまにさ、私がテンション高く配信してたらさ、お酒飲んでますかとか聞いてさ、飲んでないよって思いながらやってるよ結構来る時あるよ。飲んでますか。ドラさんで飲もう。え、ソラハがまだね、未成年なんですよ。なんで、成人したら、成人っていうか、二十歳になったら、ですね。一番大人に感じる？ソラハ？一番大人かもしれません。もしかしたらソラハ。なんかね、最近ね、お決まりで、なんか前まではなんか言い合ってたりしたら、みんなちょっとなんか何も言わずになんか知らないふりしてたのに、最近はお決まりで言い合ってたら、いやまたやってるよあの人たちみたいな目でニヤニヤ見られることが多くなりましたでもなんかそれってなんか成長したなって思うんですよ。なんか前までは突っ込めない喧嘩をめっちゃしてたんですよ、多分もうガチ喧嘩でも、今はなんか血は喧嘩ぐらいで済んでるからまだ大丈夫。まだ大丈夫。いや、ガチの喧嘩になったらあれですからね。なんかね、でもガチ喧嘩最近割と したんですけど、沖縄に行く前日にしたんです。沖縄に行く前日にして、結構大きめなっていうか、すごい喧嘩したんですよ。でもう本当にそっから結構気まずくって、えもうそれからは全然仲直りっていうか、あの全然話してるんですけど、ちょっと2週間ぐらい
何も話さないウィークがありましたね。11月の終わりぐらい。どうやって仲直りしたか。なんかその公演の日に着替えてたら、おきちゃんも着替えてて、で、ね、おきちゃん私たちって今気まずいって言ったら、うん気まずいわって言われて、そこで久々に話して、でなんかそうよなマジで気まずいよなみたいな、喧嘩しとるっけみたいな感じで普通に話しました。ありがとう。原因は何だったの。まあいろいろ言い合いしたんですよ。思わぬことでいろいろ言い合っ、なんかお互い発言にちょっとカチンってきてイライラして喧嘩したんですけど、でもねなんか沖縄のツアーでね、あのおきちゃんと私どっちもあの2公演あるんですけど、あのソロをする予定だったんですよ。あの曲でソロ曲をねする予定だったんですよ。で私はもうずっと練習がしたくてしたくて、でおきちゃんをねカラオケに誘ったんですよ。でおきちゃんカラオケ行こうよって言って、ソロ曲のお互いソロ曲じゃんだからソロ曲練習しにカラオケ行こうよって言ったんですよ。そしたらあのいいよってなってね、カラオケに行くことになったんですけど、そのカラオケに行く前に喧嘩したんですよね。でお互いカラオケに行く前にガチ喧嘩して、で気まずい雰囲気になったんですよ。で気まずい雰囲気になっちゃって、でなんかお互い無言の時間が続いて、でカラオケに2人で行ったんですよ。喧嘩したまま気まずいなって思いながらも2人でカラオケに行ったんですよ。でそしたらあのおきちゃんが一曲も歌わなかったんですよね。本当にもう、まあ、もういいわみたいな、もういいよいいよみたいな感じで一曲も歌わなくって、私が1時間ひたすら自分の曲を歌って、でなんならおきちゃんの曲もちょっと歌って、私がもう歌いなよって言っておきちゃんのソロ曲バンって入れて、そしたらいや今そんな気分じゃないけとかって言って、お兄ちゃんもう本当に戦闘力を失っていて、じゃあもう私が歌うよって言って、おきちゃんのソロ曲を歌って、私が1時間ぶっ続けでずっと歌って、なんで一緒に行ったの。いや本当にそうなんですよ、喧嘩した状態でカラオケは本当に地獄なので行かない方がいいね。でもうずっと私がひたすら1時間歌って、でもう帰るよって言って帰って、2人でね帰ったんですよ。でもうすごい気まずい状態でもう大変だった、本当に大変だったんです。こりゃマイクを使ってマイクバトルじゃん。おいって。めんどい二人って言われる。きれいにやった。笑え、いやもうね、だからね、私めっちゃなんか。考えてどうにかこうにかしておきちゃんを歌わせようと思ったんですよ。おきちゃんにもうマイクも向けてでもなんかもういいよみたいな、いいよってすごい端っこにね、そうカラオケのカラオケボックスの端っこに打ってもいいよって感じで、もう絶対に歌わせてやろうと思って、なんかもう面白いなんか採点とか入れて、こうなんかいろんな採点機能があって面白い採点とか入れて、おきちゃんいい採点があるよとか言って、でもおきちゃん曲入れるよっ て曲も入れてほらかかったよって、なのにもうカラオケずっと流れて、で歌いなよって言ったけど、結局いやもういいよって、そんな気分じゃないよってなって
結局私が歌って、なんで歌いやんじゃろうってなりながら歌って、そう、もうあの空気は本当にやばかった。で、私がしかもなんか知らん間にため息をついてしまったんですよ、なんか知らんけど思い覚えてなくって、でそしたら後でなんか、さっきため息ついたじゃろ、私と嫌なそんなにみたいな感じで、すごいもうガチ喧嘩になっちゃって、もう無意識になんか ため息ついちゃったらしくて、いやもうええもん、なんかついてないんやけどみたいな、えついたみたいな、そう、ちょっとそこはマジで申し訳ないんですけど、なんかもうそれで本当にもう言い合いみたいな、ずっと、修羅場、いや修羅場でした本当に。いやでも今だから話せます、本当にあの時は修羅場だった。コロナ中も連絡は、いや連絡は来ました、 LINE でね、お互いごめんねは言い合ったんですけど、直接話せなかったんですよ、ずっと。でコロナ中は、そんなに LINE はしてなかったんですけど、ちょいちょい、そう大丈夫なみたいなんだけそう来たりして、大丈夫じゃないわって大丈夫じゃないわって感じで、そう喧嘩するけど、まあコミュニケーションをとってましたよ。もう終わるよ、え今何分なの？これ56分ってさ、合ってんのかなこの時計。合ってる、ありがとう、合ってた。ね、もう喧嘩してないので、喧嘩してない、喧嘩ビジネス喧嘩なんでご安心を、全然もういじってもらって、なんかそのもう大丈夫です大丈夫です、恒例行事。またするかも。うん、細かい喧嘩みたいな、言い合いみたいな。よくしてる。そう。全体になった。壇上？ちょっと待って。58だ。壇上応募。はやりんごさん、ぽんたさん、ココさん、きなぺこさん、みやびさん、刀剣太郎くんさん、ぼんちゃんさん、東京のスワンさん、まゆたみさん、ゆずきちさん、福太郎さん、くまねパパさん、パオさん、ありがとうございます。明日は頑張るぞでもね、明日ね朝は早いけど
多分夜めっちゃ遅くはなんないから早めに配信できたらいいな。みんな仕事納めまで仕事ファイト冬休みの方は宿題ファイト。応援してます。私も応援してます。バイチャラポバイチャラポ、ちゃんと寝てね。マジで水浴びのようにお風呂に入ってくるわ。パシャパシャパシャお湯浴び。バイバイクリボークリボーじゃないよ。高村舞でした。おやすみ。キラーン。パラ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 。また明日。ウインクが全然できない。おやすみー。